リトムはフィアットが製造、販売していた自動車である。1978年、鳥のモーターショーにてデビュー。128の光景でフォルクスワーゲンゴルフを競合モデルとした。ボディタイプは3ドアと5ドアのハッチバック。スタイリングは丸型2頭のヘッドランプ、フロントグリルやテールランプ部を一体化した樹脂製バンパーなどを特徴とする。アメリカ輸出仕様では、 独立した大型のいわゆる5マイルバンパーが付く。当初日本に輸入されたのも、この対米タイプであった。メカニズムについては128から受け継いでおり、いわゆる自夜交差式レイアウトの、横置きエンジン前リンクや前膜ファーソンストラット、コイル、あとストラット、ロワーウィッシュボーン、横置きリーフのサスペンションなどは128のそれと同形式である。 デビュー時のエンジンは128の1.1、1.3L を改良及び拡大した直列4気筒サイチェシーの 1.1L、1.3L、1.5L の3種で搭載モデル名はその出力をそのまま60、65、75と数字で表したトランスミッションは 4MT が60と65に標準、5MT が75に標準、 サンゲティが75にオプション設定された。1980年、1.7L55PS のディーゼルエンジンを追加。1981年、リトモスーパーを追加。1.3L が 75PS、1.5L が 85PS と、それぞれ 10PS ずつアップしたエンジンを積んだ。同年、131の DOHC1585。 CC105PS エンジンを積むリトモ 105TC が登場。さらに続いて、同年のフランクフルトモーターショーにて、伝統のアバルトの名を冠する、さらなる高性能版、リトモアバルト 125TC がデビュー。DOHC1995CC125PS を搭載した。1982年、マイナーチェンジ。独特のグリルと、 バンパーが一体型のフロントマスクからバンパーが分離してフロントグリルを設けヘッドランプは丸型4等式になった。リアもバンパーとテールランプが分離された。1983年 125tc をさらに改良強化した最強版リトモアバルト 130tc が登場。エンジンをツインキャブレター化し 130pes を発揮した。 同年、リトムをベースとするサンボックスセダンのレガータがデビュー。1985年、マイナーチェンジ。5ドアのドアハンドルが、レガータと同じ角形になり、リアのナンバープレートが、バンパー側に映るなどデザインを変更。リトムアバルト1 3 0 t c も引き続き設定された。1986年には、1929。 CC80PS のターボディーゼル仕様が追加された。リトモは1988年まで生産された。後継車種は同じ1988年発表のティーポである。リトモ発売当時、フィアットのチューニング部門であったアバルトによって、フィアット131などに利用されていた DOHC エンジンにチューニングが施された2000、CC エンジンが搭載されたモデルが存在した。 1981年登場の DOHC1585cc105PS エンジンを積むリトモ 105TC をベースに、同年 DOHC1995cc125PS を乗せたパワーアップ版のリトモアバルト 125TC がラインナップに加わり、1983年、ウェーバー、またはソレックス、 エロルトのファイ40キャブレターを2機搭載した最強バージョンリトモ・アバルト 130TC が登場した。TC はそれまでのシングルカムエンジンからツインカムエンジンとなったためツインカムの略称との説があるが正式にはツーリングコンペティションの略である。なお、数字は搭載エンジンの出力を表している。リトモ・アバルト 130TC は1984年から 日本に正規輸入され、当時としては凶暴なまでの出力特性と軽快なフットワークを持ち、輸入車としては比較的手頃な価格だったことから日本でも人気を博し、アウトビアンキ A112 やフィアットパンダと共に日本でのフィアット車の販売増に大きく貢献した。リトモ自体もベルトーネのデザインであるが、カブリオレタイプが1981年9月から、 ベルトーネのブランドで販売された。1983年セアト・リトモ・リトモは、フィアットとの提携下にあった、スペインのセアトにおいて、本国より1年遅れて1979年6月から生産された。5ドアのみの設定で、一部独自のエンジンを積んだ。1980年のフィアット撤収後、1983年に、外観を改め、セアトロンダと改名。 1986年まで生産された。また、同社は、イビサとマラガのベースとなっている。WRC では、グレーン4での X1、q グレーン1、2でのアウトビアンキエ1 1 2アバルトの後継として、グループ2で1979年から131のサポートとして走らせ、翌1980年、ラリー・モンテカルロにおいて、 バッティリーをッテガが6位に入賞。その他、フィアットグループとして、ランチや037ラリーを投入するまでは、アーク IRC などで、プライベーターの手により、幅広く活躍した。その発展系、130TC は1984年、あたりからグループ A 内し、グループ N に投入されると1986年、ジョリークラブのウーノターボによって、 フィアットワークスとしてのラリー活動を縮小していく。また、1979年にアリタリアカラーで、リトモ2000アバルトとしてジロでイタリアに出場。2位という成績を収めている。リトモは、イタリア語で、リズムを意味する。イギリス及び、アメリカでは、ストラーダと名乗る。AB、小川文夫のモーターカーマイナスゴルフのライバル直線を、生かしたスタイルのフィアットリトモ。 &M2020 年11月3日閲覧。自動車アーカイブボリューム870年代のイタリア車編。二元車 P31ABC カーグラフィック別冊1978年の乗用車外国車編。P80 から 82ABCDEF 自動車アーカイブボリューム1380年代のイタリア車編。二元車 P20AB 自動車アーカイブボリューム1380年代のイタリア車編2元車 P211981 フィアットリトモアバート 125TC アバルトの歴史を刻んだモデルナンバー019スコーピオンマガジン2020年11月3日閲覧7台のアバルトに乗るマイナスゴルフ GT に対抗したリトモアバルト 130TC オートーカージャパン。2020年11月3日閲覧。ABC。フィアットリトモアバート 130TC。アバルトの歴史を刻んだ。モデルナンバー035。スコーピオンマガジン。2020年11月3日。閲覧。自動車アーカイブボリューム1580年代のスウェーデン。ソビエト連邦。中近東。南米。インド。中国。韓国。その他の諸国写編。 二元社 P58 ありがとうございます。